久保竜彦さんの伝説についてご紹介。初デートで行った映画館では一言も喋らなかった。さすが寡黙な男だ。付き合い始めて1年間は最高で7ヶ月会わなかった。それやべえ。ユニフォーム交換でもらったユニフォームはいらないからと友達にあげていた。俺にくれよそれ、マジ欲しい。結婚を反対された時、実家に毎週挨拶に行っていた。意外と偉いな。家では飯、牛乳、リモコンしか喋らない。おい、他にもっと喋ることあんだろ。会話大事だよ。好物は近所のおばちゃんが作ったカレー。おいおい、奥さんの顔立ててくれよ。皆さんいかがでしたか？どれも久保竜彦さんらしいエピソードでちょっと笑えますよね。これからは塩コーヒーを頑張って作っていってください。応援してまーす。